どうだい、本当にエリスと結婚して一緒にボレアス家を乗っ取らないかい？10歳の子供に何させようって言うんですか。君はただ座っていればいい。乗っ取りは私がやる。なんなら今から君のベッドに両手を縛ったエリスを置いておこう。ボレアス家を乗っ取る？いやいや待て待て、冗談じゃない。権力闘争なんて真っ平だ。酒の席での話ということにしておきましょう。そうかい、それは残念。ではそろそろ僕は寝ます。ああおやすみ。おやすみなさい。おやすみなさいませ、ルーディウス様。おやすみなさい。フィリップについていけば俺好みの専属メイドでハーレムを作るなんてことも。かあ、もったいねえことした。おかえりなさい。ただいま。どうしたんですか、寝てたのでは。一人で寂しいだろうから今日は一緒に寝てあげるわ。フィリップの差し金か。しかしこうしてみるとなかなか。ルーデウス。いかんいかん、手を出してはいかん。これではフィリップの手のひらの上だ。今日は寂しい気持ちなのでエッチなことをしちゃうかもしれませんよ。ちょっとぐらいなら いわよ。え？手のひらの上？いいじゃないか。スウェゼン食わぬは男の恥、多少のリスクは甘んじて受け入れるべきだろう。震えていますよ。気のせいよ。さらりとした髪の毛、毎日修行に明け暮れているエリスの髪はいつもならもっとガサついている。エリスは可愛いな。ん？何よいきなり。もしかしてこれオッケーなんでしょうか。オッケーですよね。よし。